こんにちは、FMT 整体の三輪源です。今日は自宅でできるセルフケアを一つお伝えしていこうと思います。今回紹介するセルフケアは足首回しというセルフケアをお伝えしていきます。足首は人間にとって土台となるところなので、足首の動きが悪いと全身に影響を及ぼします。足首の動きが悪いということは、足首周りの組織が固まっていたりとか筋肉の塊があるので、そうするとむくみになってしまったりとか、あとは足先の冷えなどにつながっていきます。また足首は地面から受けた衝撃を吸収するサスペンションみたいな役割があるので、足首が硬くて動きが悪くなっている状態でスポーツをしたりとか普段の生活をしているとすねだったりとか膝、あとは腰などに結構衝撃が来てしまって故障をしやすくなってしまいます。今回お伝えする足首回しを行うと、足の指だったりとか足の裏、足首周りの筋肉が柔軟になるので歩きやすくなったりとか、長時間歩いていても疲れにくくなっていきます。またスポーツをやっている人は足首の柔軟性が上がるので瞬発力が高まったりとか持久力が高まったり、パフォーマンスがアップしていきます。さらには大の心臓と言われるふくらはぎのポンプがしっかりと働くので、全身にもしっかりと血流が回るようになり、体の調子が整っていくという効果もあります。いいこと尽くしなので、ぜひ毎日お風呂上がりなどにやってみてください。ではこれからその説明をしていきます。はい、ではこれから足首回しの説明をしていきます。足首を回す際は椅子のようなものなどに腰掛けていただいて、まず浅く座ります。浅く座った後は足首を回す方の足を膝の上に乗せていきます。膝の上に乗せたら右の手でまずは足首のところを持ちます。だいたいくるぶしのあたりを持ってください。でこれは持つ理由として、足首を回す際にこちらの足が動かないように持つので、きちんとしっかりと持ってください。次にこっちのもう片方の手で足の指に手の指を組んでいきます。足の指と手の指で握手をするような感じで組んでください。これが基本姿勢となります。次に足首を回していくんですが、できるだけゆっくり大きく回していきます。きちんと足首を押さえている手は動かさずに、こちらの足首を回す方の手はできるだけ自分の足首はこれだけ動くんだよってことを体に教えるようにゆっくり大きく回していきます。この際に足首からバキバキ音が鳴ったりとか音が鳴る可能性があるんですが、その音は周りの組織が硬くなっていたりとか筋肉の動きが悪いところの音なので、痛ければ無理はせずに、痛くなければそのまま続けてください。このゆっくり大きく回す回数としては20回を目安に回してください。ではゆっくり大きく20回足首回しが終わった後は、早く足首を20回回していきます。これは早く回すと足首が硬かったりとか動きが悪い方はギクシャクしてしまって回しづらい方もいるかもしれないですが、回しているうちにだんだんと柔軟性が高まってくると動きが良くなってくるので回してみてください。次は今行ったことの反対回しを行っていきます。反対にゆっくり大きく20回回していくことをしていきます。これは先ほど回していた方向とは違う方向に回しているので、使う筋肉が変わってきたりとか、あとは足首はいろんな方向に動いていくので、片方だけではなくてもう片方の方も回しておくことによってより柔軟性が高まりやすくなります。こちらもゆっくりが終わったら次早く足首を回していきます。以上で足首回しは終わります。今片方の足を行ったので両方の足を行うようにしてください。この足首回しは基本的にはスポーツの前だったりとかスポーツの練習後だったりとかお風呂上がりに行ってください。この足首回しは1回とか2回だけやって終わりにするんではなくて、毎日毎日続けていくことでその柔軟性が高まっていったり、その柔軟性が保たれたりするので、
1回2回やって終わりではなく、毎日継続して続けるようにしてみてください。それでは今日は足首回しというセルフケアをお伝えしました。ぜひこの動画を見て家で実践してみてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。